ストーリーブリッジはブリスベン川に架かるカンチレバー形式の橋である。ブラッドフィールドハイウェイの一部であり、カンガルーポイントからフォーティチュードバリーを結んでいる。1932年にシドニーハーバーブリッジが開通する前にクイーンズランド州政府がジョン・ブラッドフィールドにブリスベンの新しい橋のデザインを依頼した。橋の名前はジョン・ダグラス・ストーリーにちなんでいる。道路ブリスベン商業中心地区の渋滞の緩和及びビクトリアブリッジの混雑の軽減を目的としてビクトリアブリッジの下流側に架橋をするという構想はすでに1920年代にクイーンズランド大学のロジャー・ホーケン教授によるブリスベン側への一連の架橋構想の中で示されていた。ウィリアム・ジョリーブリッジはホーケン計画の最初の橋としてビクトリアブリッジの上流側に建設された。しかし、当時の資金不足により、下流側の橋の建設が中止された。最初の計画では、ニューファーム地区の近くの下流に運搬橋を建設することが求められていた。1926年に、ブリスベン市役所のクロスリバーコミッションにより、架橋地点として、カンガルーポイントが推薦された。ついには、世界恐慌の期間に公共事業の一つとして建設された。エヴァンス・ディーキン・ホーニブルック建築株式会社が1935年4月30日に契約を獲得した。費用は160万ポンド以上にはならないとされた。メディアを再生するブリスベン及びストーリーブリッジの低速度撮影1935年5月24日にクイーンズランド州知事であった。ウィリアム・ホーガン・スミスにより最初の土が掘り返されて、橋の建設が始まった。建設は1日24時間続けられた。1939年10月28日に、橋の両側がの隙間が閉じられた。橋が完成されるまでは、建設が始まった1935年に、即位25周年を迎えたジョージ5世に敬意を表し、ジュビリーブリッジとして知られていた。1940年7月6日に、クイーンズランド州総督のレスリー・オーム・ウィルソンによって、開通が宣言され、橋の建設を強固に支持し続けた、公務員のジョン・ダグラス・ストーリーにちなみ名付けられた。橋のデザインは、モントリオールにある1930年に完成した、ジャック・カルティエブリッジに深い影響を受けている。ストーリーブリッジは、毎年開催されるリバーフェスティバルを特徴づけるものであり、また毎晩ライトアップされる。1990年に歩行者が建築50周年を祝えるよう道路が封鎖された。2005年にブリッジクライミングが始まり、観光アトラクションとなっている。ストーリーブリッジ及びブリスベン商業中心地区ストーリーブリッジは片側3車線で、また歩行者及び自転車道が両側に設置されている。橋を含む、この道路は、ブラッドフィールドハイウェイと呼ばれ、オーストラリアで最も短いハイウェイである。シドニーハーバーブリッジのブラッドフィールドハイウェイと誤解されることはない。はじめは、ブラッドフィールドハイウェイの南端に設置された料金徴収所にて、6ペンスの通行料が徴収されていた。1952年から1969年の間、ブリスベン市役所により運営されていたトローリーバスが橋を利用していた。この橋は観光客及びレクリエーションの目的地としても利用されており、橋の上部をガイドと共に歩くことが可能である。ありがとうございます。